ウェッジウッド、ウェッジウッド、ジョサイア・ウェッジウッドサンズは、イギリスの陶磁器メーカー。ジョサイア・ウェッジウッドによって1759年に設立された。ロイヤルドルトン社と並ぶ、世界最大級の陶磁器メーカーの一つである。主に高級食器を製造、販売しているが、アクセサリーやタオル、テーブルクロスなども扱っている。日本には、子会社として、 フィスカースジャパン株式会社がある。イングランドの陶業は17世紀までロンドンやブリストルで生産されるデリフト陶器が主であったが、18世紀に入ると上質陶器やストーンウェアがこれを代替していった。これらの製造には良質の粘土が必要であり、イングランド中部のスタフォードシャー州は良質の粘土や石炭を産出することなどから陶業が急激に発展した。 女イア・アウェッジウッドはこの地方の投稿の息子として1730年に生まれ若いうちから正当技術や科学、図版などの知識を評価されていた。そして数回の共同経営を経た後、1759年にバーズレム、バースレムにある工場をおじから引き継ぎ、独立、開業した。この際に、いとこのトーマスを管理者として雇用している。 このアビーハウス工場、アイビーハウスワークスで開発した緑色の釉薬を用いた陶器は好評を博し、3年後の1762年には、同じくバーズレムにあるブリックハウス工場、ブリックハウスワークスに移転した。ここでジョサイアは、会社の代表作となるエナメルを用いたクリーム色の陶器を完成させた。これは、シャーロット王妃、ジョージ三世の妻にも収められ、 クイーンズウェア、女王の陶器、クイーン、エスウェアという名称の使用が1765年に許可された。1769年にはリバプールの商人であったトーマス・ベントレー、トーマス・ベントリーを共同経営者として迎え入れると、トーマスの人脈などもあって会社は発展を続けた。クイーンズウェアはヨーロッパのみならず、アメリカ大陸にも出荷され、1774年には、 ロシアのエカチェリーナ2世から944点のフロッグサービスと呼ばれる陶磁器セットの注文を受けている。このような中でジョサイアは再び工場を移転することにし、入荷するアンダーライム、入荷するアンダーライムと、ハンレー、ハンリーの中間の地を選んだ。この土地は、イタリア南部の地にちなんで、エトルリアと命名され、工場名もエトルリア工場となった。 1769年の創業開始後もしばらくは、ブリックハウス工場で低価格の実用品の生産が続けていた。しばらくすると全製品が移管されて、ブリックハウスは閉鎖された。この頃、在庫の増加が資金繰りを圧迫して、経営を危険にさらすことを、ジョサイアは初めて理解し、当時としては先進的な原価計算を取り入れるようになった。 これによって高級品の生産に対していたずらにコストが増加してしまうことを防いだと考えられている。エトロリア工場では、まずブラックバサルト、ブラックベソルトが開発された。これは当時スタフォードシャワ州で作られていた黒色陶器を改良したもので、今日まで会社の主力製品の一つとなっている。さらに1774年にはジャスパーウェアが開発され、 1790年にジャスパーによるポートランドの壺が作成された。この壺は1878年にウェジウッド社の商標に組み込まれ、コーポレートアイデンティティの重要な要素となっている。ジョサイア一世の死後、その息子であるジョサイア二世が経営を引き継いだ。二世はボーンチャイナの製造を試みたが、生産はすぐに中止され、1878年に オーンチャイナ生産は再開された。以降、3世から5世まで経営は世襲され、1895年に、ジョサイア・ウェッジウッドサンズ、ジョサイア・ウェッジウッドサンズとして会社が法人化された。エトロリア工場が開設されて150年以上が経つと、設備や敷地面積は限界に近づいていた。このため、6マイル離れたストーク、 イコールオンイコールトレントのバーラストンへの工場移転が1936年に決議され1940年から創業が始まった。この新工場によって1950年代の生産は建設前の20倍以上に拡大した。1960年代に入ると創業300年以上のウィリアム・アダムス社をはじめ多くの同業者を買収して 会社の規模は2倍になった。このような拡大の中、1967年に女債や五世が引退するとアーサー・ブライアンが社長に就任し、初の一族外の経営者となった。1970年代には引き続き陶磁器メーカーを買収するとともに、キングスリングラス社など陶磁器以外のガラスメーカーなども買収し、業務内容を広げた。 1986年、コングロマリットであるロンドンインターナショナルグループ、現 SSL インターナショナルがウェジウッド社に対する敵対的買収を試みた。これに対抗するために、ブライアン会長はアイルランドのクリスタルガラスメーカーであるウォーターフォードクリスタル社をホワイトナイトとし、同社との合併を選択した。これにより、ウォーターフォードウェッジウッド社が誕生し、 ウェジウッドはその参加に入った。ウォーターンフォード社は同じ食器メーカーであり、合併のシナジー効果が強く期待されたが、ウォーターンフォード社のリストラによる経営の停滞などからすぐに十分な効果は生まれなかった。しかしウェジウッド社は1995年に低価格の高質陶器を発売するなどの戦略をとり、陶磁器メーカーとして世界のトップシェアを争う存在であり続けている。 2009年1月5日、アイルランドの本社は、グループの中核である英国とアイルランドの子会社について法廷管罪人による管理を裁判所に申請し、事実上経営破綻した。2009年3月26日、ニューヨークを本拠地とする KPS キャピタルパートナーズ社によって設立された新会社 WWRD ホールディングズリミテッドが、 ウォーターフォードウェッジウッド PLC、ウォーターフードウェッジウッドグループのすべての子会社を含むの特定の資産を買収したことを発表した。2015年7月、フィンランド企業フィスカースに買収され、ロイヤルドルトン、ロイヤルアルバートと共に WWRD グループホールディングスの一員となった。ウェッジウッド社の発展はイギリスの産業革命と時期が重なるため、 新技術を導入して製造・運搬のコストを低減し安価な商品を大量生産したことが要因だという見方もある。しかし近年の研究ではむしろ同業他社よりも高い価格で販売を行っていたことが明らかにされそのためのデザインやイメージによる差別化に成功したことが特徴だとされる。創業者のウェッジウッドが 当時期の製作に優れていたことはその大きな要因だが、高級品のデザインのための参考資料にも比較的大きな予算が当てられるなど、組織的にデザインの品質向上が意図されていた。これによって特に製造コストの高い装飾品部門において高い利益率を確保し、例として1798年の決算では装飾品部門が 全体の支出に占める割合は4%だが、利順に占める割合は43%に達していた。なお、会社が低価格戦略を全く試みなかったわけではなく、在庫が増加した1771年の不況期には、中流階級の需要開拓を狙って価格を引き下げている。しかしその効果はあまり見られず、社長だったジョサイアは、上流階級は、 多少の価格差に関心がなく、中流階級の購入を促すには、不十分だったと結論づけている。ジョ女イや一世は、工場の地名をエトルリアとしただけでなく、オリジナルと異なる技法、材料で作られた作品に、ポートランドの壺という同一名称をつけるなど、意識的に古代ギリシャローマのイメージを利用した。また、技法の特許に際して、 ー画法という命名をしているが、これは同名の古代の技法とは別物である。このほか、製品名についてもジャスパー、壁玉、バサルト、玄武岩など、高級感のある名称を好んだ。ベッジウッドの名声は、王室や貴族の庇護によるところが大きいが、このような命名方針はそれをさらに強める役割を果たしたと考えられている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。